は口じゃなくてオッケー、どうだ。え、めっちゃ寒い。寒い、どうしよう。今日は長袖、今日半袖なんです。いや、もうまず半袖着てること自体やばいよね、寒いって言ってんのに。そう、なんかね、今日思ったっちゃけど、あの寒いってあの755にも書いたけど、そもそも半袖を一日中着てることがやばいね。寒いです。寒いって言ってんのに長袖着ないってやばいよね。もう何か着て。わかりました。あ、そうそうそう、これ持ってきたんだよ、毛布。今日毛布、毛布っていうか、毛布毛布ちゃん、これを、あ、これなんか止めたい、ちょっと待ってね。寒さに強そうって寒さに強いかもね。寒さに強いのかも。こうしとけばいいね。パック中って、あやちゃん嬉しい。パック中にありがとう。上3枚着てるって、ほんと？これ前髪こうしてた方がいいか。これなんかダメだ。ゴム欲しいな。いや。これどうすればいいの？これでいい？これでいい？なんかちょっと変じゃない？いっか。うん。Android のアカウントで見るねって、やった。嬉しい。富士山のふもとは0度。ふもとでいいのかな、これは。0度、待って、0度って雪降っちゃうじゃない。寒いのにストーブに当たってアイス食べてるアイス、ストーブの意味ないじゃん。うん、まあアイス美味しいもんな。上3枚切ってるって、3枚あったかいね、いいな。もう寒いのにこの半袖切ってるのやばいね。うん、そう、サマーグッズの T シャツを着てるんです。そう、今ね、寒くて、なになに、水きついって。あと500ミリ、あと 500? 頑張って。ねふちゃんはね、あとね、このコップ今パンパンに入れちょるっちゃけど、これと、うん、ペットボトルのね、お水こんぐらいだから、あと200、うん、違う、200じゃない、2杯分、コップ2杯分かな。長袖着ようよって、そのモフの色変えて、おー嬉しい、いいね、嬉しい。これモフモフちゃんいいよ、あったかい、あったかい、だいぶあったかくなってきたわ。うん、絨毯じゃないよ。うん、もこもこしちょるやろ、触ってみて。あ、触れんかったふわふわしてるんだよ、もふもふ。うん、えいえいえい、なに、半袖。え、今日いっぱい飲んだよ。そうそうそう、お水ね。あれ、風邪ひかんように気をつけます晴れてたから雪降ってないけど、窓開けて走ったら凍るかと思った。って、待って、え、富士山に窓、どこ、あ、なんかコテージみたいなところかな。うん、今日500も飲んじゃうなんて。飲んで、スタバの新作今日飲んできた。新作何味、ベリベリーチーズケーキ、ん？ベリベリーチーズケーキの次出たと？気になる。もしかして長袖持ってない？持っちゃるよ。さすがに持っちゃるよ。うん。長袖ね、今年何回かもう着たけど、うん。でも今日の方が
この今年の中で一番、今年の中でっていうかこの夏から今までの時期の中一番寒いはずなのに、今日に限って長袖着てません。お金持ちに見えるって本当嬉しい。ゴージャスに見える。うん、多分ねこのモフモフちゃんがそう見えるんだよ。うん、ハローハローハロー。インドネシアの方かな。カナルカナウセサラナケチュカルミサラナフォロミーイエイ。うん、サラナも、ま、長袖持って、あ、さっき読んだか。サラナも女子の中では暑がりの方で、そうね、暑がりかも。触っていっとっていいよ。暖房つけちゃう。あ、暖房ね、暖房つけることないかも。うん、あの冷房はつけるけど暖房はねあんまつけんな。暖房全然つけん。うん、そう考えてみると、うん、抹茶抹茶ホワイトチョアヘア、抹茶抹茶、めっちゃ抹茶抹茶ってことかなね。お風呂入りながら見てるってくまちゃん、ありがとう。お風呂いいね、あったかいね。いいな。15周年のネタもう完璧って練習してるよ。抹茶抹茶ホワイトチョコレート、抹茶抹茶ホワイトチョコレート、美味しそう。え、うん、美味しそう。うん、飲みたい。え、普通に飲みたいもん、めっちゃ。うん、サラナちゃん見たら仕事の疲れ吹っ飛んでて、うれしい嬉しい。疲れ飛んでっけ。サラナがいつ長袖着るのか楽しみ。あ、いや長袖はねもちろん着てるよけど、あの羽織とかは着るけど、あのお外出るときとか夜、うん、夜はあんま出らんけど、まあ、あ、なんだっけ、あ、トレーニングの帰りとかそれこそはあのさすがに上着たりするけど、あの半袖の上に着る感じかな。うん、とかまあ普通に長袖着るけど、まだあんまり着てないかな、着る回数少ないかな。でもまあね、半袖の上には着るよ、もちろん。寒いから朝と夕方以降は寒いね。うん、でもね今日ね、お昼あったかかったんだよね、なんかちょっと。でもめっちゃ寒いの、朝と夜特に。うん、いや宮崎はね他の県よりめっちゃ暖かいからね、南国ですから。うん、まあ、もちろん朝と夜は寒いよ。宮崎の人って長袖着るのって、着るよ。冬はさすがにね着るよ。うん、シンバの毛で作ったの、毛皮で作ったの。違います、シンバね、オレンジだよ。うん、オレンジ。お話し会一緒に写れたから、ね、お話し会猫なら一緒に写れたから逃げなければ一匹抱っこして参加するわ。おー嬉しい、おじさん待ってるわ。1月17日チェスターコート買おうかなって。キャラメルどうかな、キャラメルの、あ、キャラメル色ってこと。え、かわいいじゃん。キャラメル色ってこんぐらいかな、どんぐらいだろう。チェスターってどんなのだっけ。うん、あ、チョコレート、あ、チョコレートって言ったつもりが超ヒョウになった。かわいい。うん、いいね、チョアヒョウ。なんか今日暗い画面が、これ画面暗くない今日。
グラッツライブって何？グラッツライブ？テレビ？パジャマ配信したらしたことないね。モフにくるまって見てます。それがいい。うんうんうん。いや、寒いよ。うん、めちゃめちゃ。そう。そう。2月3月は宮崎はキャンプシーズンなので、2月かな。うん。そう。キャンプシーズンは、うん、寒いけど、まあ寒いけどね。寒い方ではあると思うけど、まああったかいかな。ちょっと。春に向けてみたいなね。うん。昨日長袖来たやん。そうやんそうやん。昨日長袖来たじゃん。ベリベリチーズケーキは新大阪駅で飲んだって。新幹線までも時間があったから。ああいいね。ベリベリチーズケーキ美味しかった。一回飲んだ言ったっけ？飲んだよ。うん。マンゴーちゃんがだから暖房で溶け、そうなの、暖房をつけちゃうとね溶けちゃうの。うん、溶けちゃうからダメですね。デジャブデジャブデジャブ、待って、デジャブ、ちょっと待って、デジャブってさ、アイラインの、アイラインじゃないの、アイライン、アイラインとマスカラのあれじゃない、違う、シャンプーもあると、いやそれとは別かな、もしかして。今日今日何度ぐらいあったのって、わかんない、何度だろう、何度かな。東京来るとき長袖着ないと風邪ひくよって長袖着なんとダメかな、やっぱり。そうだよね、寒いよね、絶対に寒そう、こんなに寒いもん。うん、長い行動のことか。なるほどなるほど、いいねいいね。うん、ジラピケいいよね、かわいいよね。亀さんも参加させるかと、ぜひ。栃木は15度しかないよって。15度ってあったかくない？そうでもないか、ちょっと肌寒いくらいかな。うん、あ、いつもと明るさ一緒？ていうか画面が暗いのかな、わかんない。うん、お、いいね、死ぬ、今日もオンライン楽しそう、早くしたい。うん、共に指ハート、イエイ。なんか、なんでだろう。変な音が聞こえるのはいいだけ。え、どんな音？どんな音？なんか変な音が聞こえる。え？何も聞こえん。え、怖い。何？怖いっちゃけど、ねえ、何、ね、待って、泣きそう、何、怖い、何も聞こえんよ、無音、どんな音？どんな音？何も音しちょらんよ。別のデジャブ、なるほど。ボディーソープかな。肌触り最強、いいね。プーブーン。ブーンって音がする。え？何ブーンって。ブーン。ブーン
ってなんだろう、何ブーンって何、怖い、うん、ボーボーだって面白、ボーとかブーとか裏飯屋ってね、やめてよ、変な音がずっと聞こえてるよって、信号音、信号音とかマッチライン、怖い系ではない、何いつも聞こえんと、扇風機もあっちゅらん、ブーンって何何電波今充電しちょらん、あ、充電してみようか、充電してみるわ、初めての音、いつもなっちゃらんと、これはじゃあ初めて聞く音、後ろの壁から、やめてね、なんでみんな怖い、今携帯充電した、サラッチ怖がりって、怖がり、今切れた、消えた、止まった、止まった、止まった、え、ほんと止まった、え、なに、充電したら止まったと、え、なに、充電せんかったらお化けいるってこと、イオンが飛んだ、やんだ、よかった、え、なに今の、なに消えた、え、怖いね、こっちが怖い、うん、マジで止まった、ねえやめて、お化けいるの、また外してみてって、わかった、はい外した、外したよ、どう、なんか見える、ねえねえやめてって、ねえやめて、みんな後ろから白いの見えるとか、なん、聞こえる、聞こえる、聞こえん、大丈夫、外しても音せんよって、よかった、じゃあつける、もう怖いからつけとくわ、音しないよって、よかった、子供の声でソラちゃん、ねえもうもうやめて、本当にパカパカ、ねえやばいやばい、フリムが、ねえ本当にやめて、もう無理、ねえ無理、うん無理、やだやだ、あーもうやだやだ、ねえ無理だって、やだ、うん、うん、怖いこと書く人は通報していいよって面白いね、話変えて、うん、手に塩塗り込んでパンチやわ、かっこいいよ、なんかあったらワイが言うから大丈夫、ありがとう、うん、ねえ怖い、みんなやめて、うん、怖がりなの知ってるでしょ、
とりあえず水飲む。分かった。ユッキーナがキノちゃんと配信して、顔映っちゃった。キノちゃん、今日さ、友達の靴のことで怒られ、え、何、靴のこと、なんで靴何したと。みんな話しかけてくれる、優しい、うん、好きな男性のタイプは、うん、好きな男性のタイプ難しいね。一緒に行って面白い人、うん、笑わせてくれる人、面白い人がいいと思う。サナが怖がりなのは超有名でしょ、みんな知ってるでしょ。うん、絶叫はいけるけどお化け屋敷そうよ、もうその通り、うん、絶叫マシーンは大好き、うん、お化け屋敷 NG。この声温めますかの新しいやつ出てたから買った、食べた、パンプティン、パンプティング美味しかった、メープルシロップ味、可愛いコップやねって、イエーイ、キティちゃんです。その水神奈川からストローで飲んでいいと、いいよいいよ、どうぞどうぞ、減らしてくれるの。ひろたんさん久しぶり、嬉しい。コップが赤ちゃんが使いそうな、そう、あのちっちゃい頃、これ何回も言ったことあるけど、ちっちゃい頃これおばあちゃん家で使っちゃったコップやから、おばあちゃん家でしか使ってなかったコップで、そう、それでね、なんかどうしてもお家に持って帰りたくて、おばあちゃんにお願いしてね、ちっちゃい頃持って帰ったっていうコップです。いとこみんなこれだったの、おばあちゃん家に行ったら、女の子は特に、女の子はみんなこれみたいな。うん、スニーカーで行ったんだけど汚いって言われた。なるほどなるほどなるほどね。あ、面白い人うちだわって、やった、見つけたわ。もう好きな三角チョコパイのタイプは、うん、チョコレートたっぷり、うん、美味しいやつ、一番美味しいやつとか分からんか、くすぐればいいのか、嫌だ、それは嫌だ、うん、うん、くすぐったいのはね、本当にね、わーってなっちゃう。うん、面白くて三浦翔平さんみたいな髪型の人でしょ。面白い、そう、三浦翔平さん真似してください。、うん、かっこいいよね三浦翔平さん。うん、15分隣でお話できたら腹筋崩壊させてあげる。腹筋割れちゃうぐらい笑わせてくれるってこと、嬉しいわ。いいね、もうなんかずっと一緒に笑ってられる人って最強だよね。うん、なんかさ、友達とかでもそうじゃん、なんか面白い友達ってやっぱいいよね。大事に使ってるね。そう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 。サノンは幼稚園児のコスプレに合いそう。あ、幼稚園児のコスプレね、友達とやったことあるよ。うん。高校生の時にやったかな。高校生の時にね、旅行に行った時に友達とそれ着てプリクラ撮ったの。うん。
そう、ちょっと高めやけど、この子は温めますかのパンプティング美味しい。そう、甘さ結構控えめ、控えめかな、うん。そう、メープルシロップの味、なんか下が食パンなんだよね、パンだっけ、うん。コンビニの肉まん一緒に食べたいな、いいね。あの551食べたいの、うん。食べたこと1回しかなくて、親戚のおじさんがくれてそれ食べたっちゃけど美味しくて、でもなんかあの味ちゃんと覚えちゃらんから食べたいまた、うん。大阪行ったらね、大阪行かんと買えんもんね。怖いやつ好きなイメージやったから意外やって、嫌いよ、うん。もうみんなこんなコメント書かないでね、怖いコメントうん、まあでもよかった、音が消えて。サーノの卓上カレンダー欲しいって、おお嬉しい。俺もそういうコップ子供の頃使ってたって。ラナバウツっていうサンリオの車のキャラクター、あ、え、あ、ん、サンリオのキャラクターか、どんな見たらわかる、まだ今もあるキャラクターかな。友達に都道府県の問題出されて、青森の人はって聞かれて、うちなんて言ったと思うって、え、宮崎なんて言ったっちゃろ、なんて言ったと、なんて言ったと、お話からで笑わせてくださいぜひ、うん。そのツッコミボケどっちのタイプって、どっちやっちゃろ、どっちですか、うん。面白いかって、吉本の養成所にでも入ろうかなって面白い、うん。お水あと、そうね、いっぱいいっぱいちょっとくらいかな、うん。ちょっとあといっぱいにしよう、うん、うん、おいしい。これいっぱい入るかな、入んないかも、あ、あとちょうど一杯だ、イエーイ、あとこれ一杯分で終わる。今日早かったな、飲み終わるの嬉しい。あ、ペットボトルか。アンロケでやってみたい企画ありますか、おー、同期みんなでキャンプとかやってみたい、うん。うん、お、ぶっちゃん嬉しい、来てくれてありがとう。おばあちゃんの家でいとこみんな色違いの箸使ってた、かわいい、最高、いいね、そのなんか愛あるわ、うん。変顔から始めるねってわかんないよ、うん。ナナバウツは1984年にできたキャラクターらしいって。消防車、ヘリコプター、車とかのキャラ、どんなキャラクター、なんかショールーム、あれだね、あれだよね、画像機能あればいいのにね、どんなのって言った時にバッてキャラクターとか見えるようにね、難しいよね、どんなのだろう、ラナバウツだったっけ、ラナバウツ
なるほど。キャンプ楽しそうだよね。うん、秋田岩手って言おうとしたんだけど、岩手と岩手いいよ、うん、ある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 じゃないけど、まあ、あるあるじゃない、まあ、岩手あっちょっからいいじゃん、うん、こんばんは。寒い、やっぱり今日めっちゃ寒いわ。あ、そっか、担当があるよね。火起こし担当、テント担当とか、お料理担当とか。みんなでお料理したい。うん、なんかお料理したい。うん、別に得意とか不得意とかね、あるかもだけど、みんなでやったら何でも楽しそう。みつほとかさ、お料理好きやからさ、そうそう、引っ張ってくれそうじゃん。大阪人、あー、面白いよね。うん、友達に爆笑されたって、抜けてるわって、人生楽しいでしょって。そうだよね、人生楽しそうだもん。うん、そうだよ。そらのはふわふわ方言、エクバガカリちゃんです。うん、そう、そういえばね、昨日だったかな、昨日ね、パパに、うん、エクボすごいねって言われた。それこそ、そう、急に、うん、そう、宮崎弁の萌えゼリフってエクボ触りたいって。そう、パピーに言われたのそう、毎日見てるのにね。うん、そう、たまに言ってるくれる。うん、エクボすごいね、空って。うん、いや、あんたの娘やパパさんって。そうね、パパ。うん、残りの水にウイスキー混ぜて水割りにしたいって、サラノン隊長に叱られ、そりゃやめよううん、やめよう。ウイスキーって、ウイスキーってお酒か。ウイスキー、うーん、お酒よね。サノのほっぺ柔らかいってメンバーが結構言うからね。ほんと？誰が言ってたと？大阪行きたいって。家には行きたい。うん、ディズニーも行きたいし、行きたいとこいっぱい。うん、うん、あ、くまちゃん、やす1983さん、くまちゃんありがとう。お、これくまちゃん、お、もう10時過ぎたと。何分から、30分からしたっけ。じゃあ15分に終わろうかな。うん、プラメでやたらジムとかストイックな食事してるけど、筋肉マン目指してる。目指してないよ筋肉マン目指してないよ。うん、けど筋肉つけたい。ちょっとちょっとね。でも今日は割と普通に食べた。うん、今日ね、朝何食べたっけ。お昼か、お昼は、お昼書いたね。お昼はハンバーグ食べて、夜はパスタ食べました。うん、あのエビとかイカが入った
何パスタっていうのあれは、なんかクリーム系の。筋肉バスターってそれプロレスの技？お昼にハンバーグって珍しいと思ったでしょ？お昼にハンバーグ食べることあんまないよね。うん。最近お昼何食べてるっけ？最近お昼何食べてるっけ？朝はヨーグルトが多いけど最近。うん。花粉症じゃないよ多分ね、寒いんだと思う。おでこに肉って書きません。うん。お昼はパン一つって、おお。あ、昨日のお昼ご飯はメロンパンでした。うん、メロンパン。サナのメール見て夜ハンバーグ食べたってなんか嬉しい。うん。今日の昼は寒いからカップラーメン食べたって、あ、いいね。カップ麺たまに食べると美味しいよね。うん。ただいまテスト勉強中です。頑張って。メロンパンの中に何が入ってるって、メロンパンの中何も入ってないよ。うん、普通のメロンパンを食べました。スタンダードな温めるハンバーグいいじゃん、食べなよ。うん、昨日、あ、今日の夜はお寿司食べた、いいな。回転寿司行くとき何皿食べる？おお、それ結構聞かれるんだよね。いや、結構聞かれるって誰に聞かれるっけ？でもこの間お兄ちゃんに聞かれたんだよね。うん。あ、友達にも聞かれるな。回転寿司行くときは7皿とかかな。7、うん、7皿ぐらいじゃないかな。最近ね、全然いっちょらんからね、7皿とかで、うん、食べたかな。あ、いい肉の日なのでステーキ食べましたって、最高。ステーキいいね。うん、人生で一回も聞かれたことない。聞かれたことない？本当？ラーメンは替え玉しませんね。うん。替え玉せんな。うん。クマちゃん、ダメ。ダメダメ。あの、夢壊しちゃダメだよ。でもメロン、え、待って、メロン、メロンパンにメロン入っちゃらんと。でもさ、メロン味みたいなのあるくない？うん、メロン原材料に入っちゃらんと。うん、回転寿司って何が好きって、ハマチ、おお、いいね。でもやっぱでもマグロ美味しいよね。とかサーモン、炙りサーモンとか好き。タコも好きだな。うん、なんかお寿司選べんよね、美味しすぎて。
マグロ、マグロ、タコ、炙りサーモン。あ、でもね、あれ好きなの、エビ天みたいな、エビ天寿司、エビ天寿司だっけ、なんかね、たまにあるっちゃけど、それめっちゃ好き。うん、7皿限界ね、だよね、7皿ぐらいだよね。うん、7皿ぐらいがちょうどいいよ、ちょうどいいっていうかね、もうお腹いっぱいになっちゃう。サイドメニューは何食べる？サイドメニューか、ポテトを食べるときは食べるかも、シェアして。あと、あ、なんかさ、タコ天みたいなあるときあるじゃん、好き。茶碗蒸し、茶碗蒸し好き、めっちゃ好き。あ、そう、炙りサーモンバジルとかめっちゃ好き、炙りサーモンバジルが好き。わあ、1リットルの涙全部見たと、すごっ、1日で10時間ぐらいかかったでしょ。泣きすぎて目が腫れてるんで、めっちゃ泣けるよね、めっちゃ泣くもん、うんちゃんも見たとき。DVD 欲しい、DVD もっちゃらんとよね、なぜか。そう、めっちゃ好きでね、めっちゃ泣く、目腫れるよね、わかるよ。綾の姿を見てるとね、そうね、1リットルの涙、そうだ、あやちゃんいるもんね今ね。そう、主人公があやなんですよ。そう、あやと麻生くんのね話。エビ天寿司ほんと、おい、めいっ子かな、これは、おいっ子、おいっ子かなが好きって、おいっ子かな。エビ天寿司めっちゃ美味しいよね。あのね、エビ天寿司の尻尾はマミに取ってもらうんです、そう、そう、1リットルの涙の主人公、そう、あやちゃん名前一緒、めいっ子か、めいっ子、めいっ子か、めいっ子ね、あ、おいっ子は違うね、ちょっと。エビ天寿司ね、めっちゃ美味しいのよ、あの天つゆを頼んでつけて食べるのが美味しいのよ。お、17分ありがとう。じゃあそろそろ、あ、そっちか、おいっ子ね、男、男がつくんだね、感じにね。ありがとうみんな、男、おいっ子、おいっ子、おいっ子、おいおいおいってめっちゃ打ってある。そうだね、おいっ子、男が入ってるのね。めいっ子は至るっていう字がね。ありがとうみんな。じゃあランキングを読みます。13位、羽山さん、ありがとうございます。12位、ギャレスアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。11位、ぶっちゃん、ありがとうございます。10位、ユーアットマークズキーナイトマレミングミさん、ありがとうございます。9位、シオングさん、ありがとうございます。8位、ソラアットマーク空のふわふわ方言、エクボガカリさん、ありがとうございます。7位、シノアットマークイチオシイカルンエイト、みんな可愛い大好きソラルミさん、ありがとうございます。6位、ワサッピさん、ありがとうございます。5位、フルカアットマーク横なるおし
サラダン今日も可愛いね大好きってありがとう、ありがとうございます。よいカズニアとマックサラノンはふわふわ方言エクバンド2リットル水飲み隊長って、イエーイ頑張ります。あと今日はこれは約200ミリぐらいなのかな、150ミリぐらいかな、頑張ります。ありがとう。3位ヤス1983さんありがとうございます。2位ヒデトさんありがとうございます。そして1位はトモアットマークお話し会でホームランボール見せようかな、見せてありがとうございます。はーい、えい、皆さん今日もありがとうございました。ほう、そう途中めっちゃ怖かったけど、うん、そうみんなが話変えてくれたおかげで楽しかったです。そうだよ、明日から月曜日みんな明日からお仕事学校とみんな頑張ってください、頑張りましょう。今週って言っていいのかな、日曜日から今週だよね、今週も頑張るぞ、えいえいおー、はい、いきます、せーの、空のじゃんけんじゃんけんほい、グーです、グー。あと9日後、あと9日後でね劇場公演なんですよ、皆さん応援してください。うん、そう、明後日から12月ですね、12月だよ、もう冬じゃん。うん、仲良し愛子イエイ。はい、じゃあ皆さん今日もありがとうございました。じゃあおやすみなさい、今からお風呂に入って温まります。おやすみ。な、肉まん、何まんが好き、普通の肉まんが好き。うん、我々節まで10日頑張るぞ。俺がやらなきゃ誰がやる、うん、今日も元気に月曜日から頑張れっぱれ今日に合ってるわこれ、月曜日から頑張れっぱれ、今日も元気にそれなりにね、日本全国頑張ろう。はい、皆さん頑張ろうということで頑張ってください、いや頑張ってくださいじゃないですね、頑張りましょう。はい頑張れそうだ、本当頑張れそうですか、頑張ろうね、頑張ろうね、うん、今日も元気にそれなりにね、日本全国頑張ろう、えいえいおう。はい、日曜日のエンディングソング、じゃあ日曜日バレバレ節って言ってください、じゃあこれから、うん、はい、じゃあ皆さん今日もありがとうございました。それでは皆さん明日から元気いっぱい頑張りましょう、ありがとう、バイバイ、あったかくして寝てね。